主役のご登場か。ウィリアム、君たちの悪巧みに私が気づかないとでも。フィリップ先生、ヘルナ先生。くそ、二人とも逃げられなかったのか。君には感謝しているよ、フィリップ教授。完全免疫体の育成に加え、シュライクの制御方法まで見つけてくれたのだから。だが、もう用済みだ。やめて。さあ、私の娘よ、これで私たちの間の障害は取り除かれた。一緒に帰らないか。そんなことするわけないでしょ。ああ、娘よ、この小賢しい愚か者にたぶらかされ、私との絆を永遠に忘れてしまうとは、なんと悲しいことだ。君には理解できまい、ヘレナ。何を言いたいの？いや、忘れてくれ。これからジェフティが私の新しい娘だ。安らかに眠れ。何？いずれ君も自分の居場所に戻る。君の体にはまだまだ多くの謎が残っているからな。たわごともいい加減にして。ジェフティは力ずくで手錠を引きちぎり、隠し持っていたハンドガンを抜いた。ウィリアムの近くにいた警備員がとっさに彼をかばう動きをするも、ウィリアムは子供投げに警備員をどかせた。そんなものが私に聞くとでも？確かに殺せない。でも、あんたの思い通りにはさせない。ジェフティはこめかみに銃を当て、引き金を引いた。お姉ちゃん！ジェフティの頭は撃ち抜かれ、ゆっくりと倒れ込んだ。リゲルを見つめる瞳から、光が消えていった。心なしか、その目から、一粒の涙が流れ落ちた。リゲルは深い絶望感に襲われた。